中南飛行艇 US-2 の製造企業として日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社がイギリスの航空関連のベンチャー企業であるアエラリス社とが2023年3月15日に業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めているよ。すでにこの公表が行われた同月内に日本の新明和工業社とイギリスのアエラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだな。今回は日本の新明和工業がイギリスのアエラリス社と提携を結ぶ件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、概要としては今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが今回の提携の内容のようだね。イギリスのアエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年にダートという呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっているよ。アエラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能なんだ。こうした複数の用途への対応をアエラリス高等ジェット練習機は、機関部主翼尾翼等の構成パーツを変更することで実施できるモジュラー方式を採用しており、航空業界では非常に高い関心を集めているぜ。アエラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されているな。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アエラリス高等ジェット練習機は使用者の用途に応じた高い汎用性とその運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体とみなされているってわけだ。そのためイギリス空軍は傘下のラピッドケイパビリティズオフィスを通してアエラリス社に出資を行っており、2021年2月には3年の開発契約も締結し、アエラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししているよ。これに応える形で2021年9月にアエラリス社は、アエラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに戦闘機型や空中給油機型などの多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示したんだ。こうしたアエラリス社の推進しているアエラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は関連企業において非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールスロイス社も同年同月に航空用の機関部の供給契約を結んでいるね。アエラリス社への投資はこれらロールスロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国カタールのバルザンホールディングス社も名を連ねており、1050万ポンド約17億円弱の出資を得ているぜ。これもあってかアエラリス社は2022年3月にカタールで行われた展示会で、アエラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社はもとより同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も姿を見せたらしい。アエラリス社の将来性には軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高いってわけだな。2023年時点では、世界のジェット練習機市場では韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その軽戦闘機版である FA50 とともにアメリカ製の F16 ファイティングファルコンの介護艦として一定の評価を得られていたよね。今後はアエラリス社のアエラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機はさらに無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうかとされているよ。今回は日本の新明和工業社とイギリスのアエラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえばそこにイタリアを加えた3カ国で GCAP グローバルコンバットエアープログラムを行うことが2022年12月9日に正式発表されているね。
この GCAP グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであればこうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると大多数が考えていただろうな。日本が太平洋戦争後にアメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもないぜ。ただし日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはりアメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては GCAP グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように同社はアイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にもその関与が見込まれるよ。さて日本の新名は航洋はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業としてつとによく知られていると思うが、同社は太平洋戦争の敗戦までは川西財閥の傘下の川西航空機として軍用の航空機を手掛けていたんだ。その当時の川西航空機は日本海軍に対して、極地戦闘機として高名な市電及び市電海を製造しており、同機は太平洋戦争の戦局が日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来するアメリカ軍機に対抗する貴重な機体となったってわけ。ただし川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称二式大艇。正式名称は二式飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として世界一とも称されているぜ。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し速度面に優れ、かつ 20mm の旋回式機銃5門を固定武装に備えていた二式飛行艇は、1942年3月には2機でハワイへの空爆を行う計作戦にも使用されたな。この計作戦では二式飛行艇は大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を活かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルを呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれているらしい。その逸話を象徴するかのように二式飛行艇は1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 P-38 ライトニング3機と空中戦を行えない1機を撃墜、また後には同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した武勇伝も記録されているよ。こうした数々の逸話を残した二式飛行艇だけど、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと脈々と受け継がれており、同機は2007年から海上自衛隊での運用が行われているけど、いかんせん生産数はこれまでで8機と少数に止まるんだ。救難飛行艇 US-2 は海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに生産数が少ないことから1機あたりの取得コストもおよそ100億円と高額であり、2011年以降は海外への輸出にも力を入れているが現時点で確定した取引はないな。一時期は救難飛行艇 US-2 は輸出先としてインドに輸出ライセンス生産の総数15機という取引が盛んに取り沙汰されたこともあったけど、やはりコストが高いことが最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月29日、海上自衛隊第4護衛隊軍区列基地及び佐世保基地の公式 XQ ツイッターに、11月に1回目の空母化改修工事を終えたヘリコプター搭載護衛艦加賀 DDH-184 における、甲板散水装置の試験が実施された様子を撮影した画像が公開されたよ。洋上を航行している加賀の飛行甲板上に設置された多数のノズルから、大量の海水が吹き出して甲板を洗い流す様子が映されていて、甲板上には虹がかかっている綺麗な画像が話題を集めているな。うんうん。
さて今回はそんな空母加賀での甲板散水装置試験を実施した様子を公開した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずはじめに、甲板散水装置とは、放射線生物化学物質などによる攻撃を受けて汚染された艦艇において、それらを除染するために甲板に多数設置されているノズルから海水を大量に吹き出させて汚染物質を洗い流す装置のことであり、海上自衛隊の護衛艦では1950年代に建造された綾波型護衛艦 DDK 以降の全ての護衛艦に搭載されているよ。また、民間の船舶においてもフェリーなどでは車両搭載甲板などに散水装置が設置されているが、これは火災が発生した際の消火用の装置であり、護衛艦における甲板散水装置とはその主たる目的が異なっているぜ。加賀は、23中規模に基づく平成24年度2012年度計画において白根型護衛艦の2番艦クラマの代替艦として計画され、19,500トン型ヘリコプター搭載護衛艦 24DDH 出雲型の2番艦として、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場において2013年10月7日に寄港され、2015年8月27日に命名進水式が執り行われ、2016年8月5日に竣工して行使が開始され、2017年3月22日に呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に編入されたんだ。空母化改修前の加賀は、前型の日向型と同様の全通飛行甲板を持ち、艦橋が右舷側に寄せられているアイランド方式が採用され、2本ある煙突も上部構造物と一体化されて右舷側に寄せて設置してあるな。この2本の煙突の間には、洋上で他艦に燃料を給油する必要が生じた際に使われる臨時燃料移送装置が備えられていて、艦橋後部には飛行甲板上のヘリコプターの発着艦渡るを管制する航空管制室が備えられており、5機のヘリコプターが同時に発着艦可能で、艦載機としては SH-60JK 哨戒ヘリコプター7機及び、MCH-101 輸送ヘリコプター2機など、最大で14機のヘリコプターが搭載可能だぜ。出雲型護衛艦は現時点での海上自衛隊で最大の護衛艦であり、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル最大幅 38.0メートル水線幅 29.6メートル深さ 23.5メートル喫水 7.3メートルの艦隊は、太平洋戦争当時の旧日本海軍が運用していた正規空母双竜や飛竜を基準排水量や全長で上回っていて、同じく戦争当時のアメリカ海軍主力空母であったヨークタウン旧正規空母とほぼ同じで、現代世界で運用されている軍艦の中ではイタリア海軍の軽空母カブールやスペイン海軍の強襲揚陸艦兼軽空母フアンカルロス1世などが同じ規模となるね。主機関はゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンを COGAG 方式として2機ずつ4機を両舷の2軸に配され、最大速力30ノットを発揮するみたい。飛行甲板の下の第2甲板には司令部区画や居住区画に医療区画などが設けられ、その下にある格納庫は日向型と比べて1層多い3層分が使用されており底面は第5甲板で高さが十分に確保され、格納庫の下の第6甲板は応急甲板とされ、ここから下には火炎居住区食堂機械室発電機室などが設けられているんだって。飛行甲板と格納庫をつなぐエレベーターは日向型と同じ前後2機が配置されているが、日向型では前後どちらも飛行甲板上にあるインボード式であるのに対して、出雲型では後部エレベーターが右舷の艦橋後方にデッキサイド式として設置されているんだ。これはイタリア海軍の軽空母カブールと同様の装備方式で、全部のインボード方式のエレベーターは長さ20メートル幅13メートル、後部のエレベーターが長さ15メートル幅14メートルで、それぞれ電動油圧制御方式によって作動したい荷重は30トンとされているぜ。デッキサイド式エレベーターは波浪の影響を受けやすいほか、岸壁に横付けする際の障害となる場合があるというデメリットがある一方で、エレベーターからはみ出す大型機でも搬送が可能というメリットもあり、出雲型でこのデッキサイド式のエレベーターが採用されたのには、
将来的にヘリコプターより大型となる固定翼機の艦載運用を想定したためと見られているな。武装についてはヒューガ型が単艦でも相当の戦闘能力を保有しているのに比べると低く抑えられていて、多機能レーダーやソナーなども簡略化されており、護艦防御用の近接防空システムシウイスである高性能 20mm 機関砲が2機と、近接防空用艦対空ミサイルコンサムリム116シーラムシステム2機と、最低限の防空火器を搭載しているのみで、これは出雲型護衛艦では航空運用機能が増強されていて、艦隊中核のプラットフォームとして運用されることが想定されているためで、単艦で運用されることはなく、イージス護衛艦の混合型アタゴ型マヤ型や、秋月型など防空能力が高められた護衛艦を伴う艦隊として運用されることが大前提とされているからなんだ。出雲型護衛艦の空護化改修工事は出雲化がそれぞれ5年に一度実施されている定期検査を利用して実施されることになっていて、まず出雲の2020年度令和2年度の定期点検において、搭載される予定の垂直短距離離着陸機 F-35B ライトニング2戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や、電源設備の設置などの改修が行われたけど、F-35B を安全に運用するために必要とされる大形状の監視形状をアメリカ海軍の強襲揚陸艦のような四角形に変更する改修工事や、艦内区画の整備などは次回の定期検査が予定されている2024年度令和6年度末の改修工事で実施される予定になっているね。加賀については当初、2021年度令和3年度末からの定期検査時に一度に大規模な改修を行って、出雲より先に空母化改修を完了する予定となっていたんだが、空母としての艦内区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらに検討が必要であることが判明したため、アメリカ軍の協力によって検証実験や試験を実施した上で実運用する際の人や物の動線を細かく検討することとなり、艦内区画の整備については2026年度令和8年度末からの定期検査に合わせて実施することになり、出雲と加賀の両艦が共に空母となるのは2027年以降となるぜ。出雲型護衛艦では、当初噂に上がっていたスキージャンプ台やカタパルトなどの発艦に必要な装置や、アレスティングワイヤーなどの着艦制動装置は搭載されないことから、F-35B は短距離滑走で発艦し、着艦はジェットエンジンノズルを真下に向けて垂直に着艦することになるね。2021年10月3日、先に飛行甲板の耐熱処理や発艦用のライン引きが実施された出雲において、アメリカ海兵隊が運用している F-35B2 機による発着艦試験が実施されたよ。その試験の様子を伝える動画が公開されていて、四国沖の太平洋を航行する出雲にアメリカ海兵隊岩国基地から飛来した2機の F-35B が、耐熱舗装が施されて周囲とは色が異なる飛行甲板上のヘリコプター発着艦用の第4、第5スポットに、垂直着艦を成功させた後、監視方向に移動して短距離発艦にも成功する様子が撮影されており、太平洋戦争後の日本の護衛艦において記念すべく初めての固定翼機の発着艦となったな。空母となった出雲型護衛艦で運用される F-35B は、2020年度令和2年度以降、毎年取得予算が計上されていて、航空自衛隊では最終的に42機を調達して宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に配備することにしているけど、出雲と加賀の空母化改修と、F-35B のパイロットへの訓練などにまだ時間がかかることから、日本に太平洋戦争以来の空母艦隊が登場するのはまだ当分先のことになると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに日本とイギリスとイタリアの3家国による共同開発の契約が正式に公表される見通しだと報じたよ。いよいよ現時点では2022年も残り1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、
日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多いようだな。さて今回は日本がイギリスと協力し、次期戦闘機開発を進めている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。太平洋戦争での敗北以後、日本の自衛隊の装備する兵器の中でも特に戦闘機という分野においては、アメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくないんだ。ただしそうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のようにその開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなったな。とはいえ航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称シンシンが存在し、これが機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは今一度思い起こすべきだろう。また IHI 社は試作機ながら XF9 エンジンを防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも記憶には新しいぜ。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である重要な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに少し残念な感覚も残るよね。ただしこうした要素技術ごとに多少期待を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えるんじゃないかな。それでも日本側としてはこれまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業のオスタル三菱重工業者にプロジェクトを統括させ、その傘下に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えると目されていたんだ。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F-35 ライトニング2。これを要するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いとみなされてきたってわけ。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとってはリスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思えるよ。しかし当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われているな。アメリカ側としては航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で実現しているいわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多いぜ。今でも多数の西側諸国に対してアメリカは、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などを多数供給している現実から、日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるんだろう。現在までに日本の航空自衛隊が生産を行った F2 戦闘機の総数は試作機も全て含めて98機であり、次世代戦闘機もこれらを全て代替する計画とはいえ、ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられているね。前述した F-16 ファイティングファルコンはこれまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば日本の次世代戦闘機の数などわずか 2% にも満たない少なさであることは事実ってわけ。こうしたボリュームという工業製品の生産にあたっての効率化という側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにて新たな概念を模索していることも影響していると思われるよ。未だアメリカ側から具体的な NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスの開発状況は発表されてはいないもの。現時点で最新鋭の戦闘機たる F-35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されているな。最も大きな違いとしては、
近年の F-16 ファイティングファルコンや F-15 イーグル等の当初はいわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だぜ。今やこうした戦闘機たちは繰り返される近代化改修によって、リリース時とは比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる長期的なスパンで運用を行うことはメンテナンスコストを膨大に増加させているってわけだ。そのためアメリカでは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスについては、もっと短いスパンで新型機と入れ替えを行うことを前提としメンテナンスコストを低減させることで、トータルのコストを下げる手法を目標にしているとされるね。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは機としていると考えて良さそうだけど、現行の F-35 ライトニング2を見ても電子機器の絶えざるアップデートで能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数なんだ。アメリカ側では軍の高官がすでに NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは、初飛行を終えているとコメントは言っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは出されておらず、判断はできかねるよな。さて日本の次世代戦闘機開発に話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明だろうね。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させてはいるが、同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つけど、同機はいわゆる第4世代戦闘機だから。そのため巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は当然未知の領域であり、その開発もこれまでのところでは順調というよりも、むしろ難航していたというのが進捗を表する正直な感想だな。このテンペスト計画には BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールスロイス社、レーダセンサ類にはイタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いないぜ。現時点では日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め未確定事項が多いが、おおむねイギリスサイドでは日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が統一しているってわけだ。しかしそこにはまがいなりもまだ世界第2位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう多額な開発費負担を当て込んでの政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは判然としていないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。